日本東京都足立区、小児谷小児谷は東京都足立区の町名。現行行政地名は小児谷1丁目及び2丁目。住居表示未実施。郵便番号は121-0833。足立区北西部、舎り地域東部に位置し、区内でも比較的海抜の高い町である。隣接する小児谷本町との総称としても用いられる。 旧トネリ村の構成地域の一つであり、足立区の中でも特に古い歴史を持つ。小路屋1丁目、2丁目はそのすべてがトネリ公園の敷地内となっており、かつての住民らは公園の造成とともにすべて敷地外へと転居した。小路屋とその周辺地域は長らく一切の鉄道交通機関から距離的に隔絶された鉄道空白地帯にあった。 これまでの地域住民の鉄道利用は約 2km 離れた東部伊勢崎線の竹の塚駅か遠方の山手線沿線まで路線バスなどの自動車手段で行く方法しかなかった。これは朝夕の周辺地域道路の渋滞や混雑の原因となり、また空気環境の悪化も招いていた。しかし2008年3月に日暮里・舎人ライナーが開業し、小路屋地域は 山手線西日暮里駅及び日暮里駅へ直通する通勤通学手段を得た。トネリ地域の東にあったことから、その町域はほぼ江戸時代以来の古事や村に由来し、町名もまた歴史的由来を受け継いだものである。以上により、1970年成立の古事やはじめマイナス5町目は1町目と2町目を残すのみとなった。この区域は全域が トネリ公園造成地である。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、足立区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては2018年度から学区行き、または学区域に隣接する学校のみの選択になる。ありがとうございます。